い、どうもこんにちは。岩佐スティーブンです。今回はバイクでありガトリング。バイクとしては1話目の時点で出ていたんだけど、武器にもなるんだね。ってことで今回はデラックスブルキャンガトリングの紹介です。最新話でグルキャンフォームになるっぽいけど、これも登場するってことかな。その辺はまだ不明だけど、どんな大きさかこの状態で見ていこう。なかなか珍しいね。ビークル系のアイテムが変身するってのはよくあるけど、ガトリング型の武器にもなる。バギーの状態にすればアクションフィギュアを乗せることもできる。実際箱の大きさに関してはそこまで巨大ではないね。これがこの中に詰まってんの？組み立て式だったりするのかな、どっか。武器に加えて今回こちらですね。バクキャンゴチゾウ。新しいキャンディータイプのゴチゾウが付属している。箱の裏の方に遊び方。トリガーを引いて銃撃。タイヤの回転で必殺技。さらにタイヤを回して超必殺技。グリップをひねってガトリングからバギーに変形。ちゃんとバギー状態を認識してるっぽくて走行音声も流れるんだ。フィギュアを乗っけることもできて。バクキャンを使って追い返しチェンジ。肩にでっけえバズーカが装備できるのがバクキャン。それじゃあ大きさはどんなもんなんでしょう。中身を確認。スーッと段ボール梱包。じらし段ボールを外すとほいってやりたかったんだけど、まあ、ちょっと失敗しちゃった。中身グリップとゴチゾウとタイヤが4本見事に別々になっている。なんかマカロンの詰め合わせみたい。個別のタイヤパーツと。で、これがメイン部分が。やっぱり組み立てだったね。そりゃこのサイズにこれが収まってるわけないわ。グリップはこの青い凸ピンが同じような形をしているんで、形を合わせて接続。で、タイヤに関してはガトリングパーツがついてるのとついていないやつがあるんで、左側の方にこのガトリングタイヤをつける。で、これで接続の方が六角形になってるから、ここら辺形合わせつつ、よ、ガッチャンと分かった。大丈夫かこれ。これ一回つけたらさ、うわ、ちょっと外すのを、まあ、できないこともないんだろうけど、ちょっと難しそうだね。これ付け間違いにマジ注意した方がいいな。後輪がガトリング青タイヤ。よいしょ。わあ、この音が毎回怖いな。ガトリングなしのピンク前輪。うん、青後輪も、よいしょっと。これ子供のパワーじゃ難しいぞ。で、完成したけど、ガトリングが先端向いていないから、ここか。青いボタンを押しながら回転すると、これでブルキャンガトリングの完成。なかなか変わった形をしてるね。銃タイプの武器としてはそんなに大きくはないんだけど。逆にバギーの状態になったらこれは結構でっかいね。これ一個でだいぶ異なる感想が出ますね。というわけで組み立ての方もできたんで、ゴチゾウを含めて詳しく見ていきましょう。そんなわけでこれがブルキャンガトリング。ガトリング部分が飴玉モチーフになっている。それぞれなんか色が反転したような感じで。ピンクの方には青で、青い方にはピンクでグラデーションが入ってる。ここら辺のグラデーション塗装だったり、重工のガンメタがまた綺麗だね。加えてうっすらと全体的に脂肪加工が入ってるね。で、さっきからちょこちょこ動いてるけど、ガトリング部分に関してはタイヤのように回転があって。片方回せば連動して全体が回転。あんまり見えていないけど後ろの方も回転してます。で、また細かいのがこの隙間のところが液体だったり、色は入っていないんだけど飴玉的な衣装が入っている。銃口の後ろの方はさっきつけたように特に何もなし。銃口もなければ塗装もない。で、この後ろの方に電源のオンオフと、電源のちょっと上のところに電池蓋。ここには最初からボタン電池が入っている。で、上の方にはさっきもやったけどロック解除のボタン。ここを押しながらグリップを回転して変形。バギー状態はまた後で。グリップの方も飴が溶けてるイメージかな。液体チックなドロドロの造形。トリガーがあって一部の丸いところがメタリックブルー塗装で、ガトリング状態ではもはやなんだかわかんない。ここのところも一部塗装が入ってるね。ってことでお次は回転させてひっくり返してブルキャンバギー。これがバギーの状態。なかなかでっかいね。ちなみに隣にガブを立たせるとよりでっかさがわかる。ちゃんと乗ることを想定されてるからね。大きさ的にもこれほぼフィギュアーツでも代用できるんじゃないかな。逆に言うとこのバギーがちゃんとした形でね、フィギュアーツで出そうってなったら相当大変なことになるぞ。ガトリング状態でなんだかよくわかんなかったところ、ここは牛の顔になってるね。ブルキャンのブルは牛のブルっていうことらしいね。レッドブル翼を授ける。でっかい鼻にこれが角。目つきなかなか鋭くてしっかり塗装が入ってる。で、おでこの片方だけなんかメタリックブルー。左右非対称でコブがついてるね。で、前の方、これ足のイメージかな。ここも液体がドロッと溶けたようになっていて、その下のところがバギーらしくなかなかメカメカしい。ぐるっと横から見るとエンジン造形。上んところガブが乗る用のシートになっていて、グリップはなんだろう、背もたれのイメージかな。裏から見ると頭の後ろのところにハンドル。ただハンドルとレバーの間が埋められちゃってるね。だからこうがっつりハンドルを握るっていう感じではなくて、軽く手を添えるような感じになるのかな。ちゃんと上んところにおそらくガソリンタンクがあるわ。片側にガトリングが
ついてるタイヤの方もかっこいい。で、ここのところはなんだろう、モードの検出用のスイッチかな。ちなみに逆側、ロックの解除がついていて、これをスライドして引っ張ると、簡単に外れる。なんでわざわざ外れるようになってるんだろう。単純に壊れないようにっていう安全面から来てるのか、それかなんか別のものをつけることがあるのか、どっちかは今のところわかんないね。てなわけで電源の前にスピーカー。スピーカーはどちらですか？これまたあんまり気にしていなかったけど、またなんかうまいこと隠してんだな。パッと見でわかんないくらい馴染んでるかも。とりあえず電源入れてみるか。スピーカーどこだろう。スイッチオン。ブルーキャン。前面の方から聞こえてきたぞ。音聞いてみた感じ、多分このあたりかな。タイヤでスピーカーのスリットがうまいこと隠れてるのかもしんない。そんだけ目立たない位置にあるのはありがたいね。それじゃあバギーの状態でガブを乗っけよう。ハンドルを握ってる風にして、これでガブを乗せることができました。そこまでがっしりと安定感はないね。足もダランと垂らしてるわ。で、ガブを乗せて走行すると、走行音が発動。音は4種類順番かな？ちょっと牛の鳴き声っぽさもあるっちゃあるかな？が、多分これ最後だね。ブルキャンゴーゴーと、走行音プラス音声も入っていた。バギーモードの音声こんなところなんで、ガブに降りてもらって。ギュルンとひっくり返して、上のボタンを押しながらグリップを回転。ブルキャンじゃなくて、ガトリング。ガトリングの音声、トリガー引くと銃撃音。意外と可愛いな。なんか10回に1回特別な音声が流れる。ごちぞうたちの完成だ。で、さらにガトリングなんで長押しをすれば。フィニッシュ感は特にないんだ。ポポポポポポポンと連続銃撃音。ガトリングで連射していても音は可愛いな。で、必殺技はタイヤを回転。待機音声が鳴ってトリガーを押すと。特に技名とかは出ずに連続攻撃して爆発。で、タイヤをさらに回転。お、なんか一段階上がった感じがして、待機音声でトリガードッカーンって言って、これで超必殺技。ガトリングの状態でもここの回転ギミックをしっかり活かしている。それじゃあ最後に付属していたバクキャンゴチゾウ。ブルキャン、グルキャンときてバクキャン。観音開きタイプ。色の方も赤、黄色、青っていうなんかバランスがいいね。開いていない状態、なんか困り顔ながらも口元は笑顔のキャンディー。包み紙の端んところが耳っぽい。上の方にはギザギザ複眼の中にバクキャンと。全体がクリアパーツのイエロー。ザクザクチップスターはまた違ったようなオレンジ寄りの黄色。で、観音を開くと、だいぶバリンボリンに噛み砕いてるね。口がギザギザになってるアメちゃん。僕もアメはどっちかって言ったら途中で噛んじゃうかな。両サイドは特に手とかにはなっていなくても包み紙のまま。開いていない状態と比べるとちょっとボロボロになったね。それじゃあごちそうにアメちゃんをバリバリ食べさせていきましょう。装填。キャンディーで黄色発光。もちろんキャンディー系統で。待機音声もイートキャンディーで、発光がすごくわかりやすいね。はい、飴を噛み砕いて。なんかヒュルルルドーンみたいな打ち上げたような効果音がしたかな。じゃあ必殺技。チャージミードン。バクキャンブラストって言ったかな。追い返しチェンジでバズーカ的なのがつくから、まあなんかブラストとかそれが合ってると思う。そんじゃバレンバスターの方にもセット。やっぱりバレンバスターの方が発光は圧倒的に分かりやすいね。そしてまあ音声的には必殺技かな。
キャンディーキャンディーと、いきなり必殺技のやつ。ほっほっほっ。おかげさまで、11周年。はい、そんなわけで今回はデラックスブルキャンガトリングの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。なかなか珍しい銃でありビークル系のアイテム。実際本編でもまあこのガトリングは出てくるだろうから、でっかいバギーの状態からこの手に持てるサイズに縮むっていうことかな。ある程度でっかくなったり小さくなったりするんですかね。で、今付属のご地蔵乗っけてるけど、ガブのアクションフィギュア乗っけられるのもなかなか良かったね。音声ギミックに関してはまあ比較的シンプルだったけど、フィギュアと組み合わせて遊んだり、変形ギミックだったり表の塗装が綺麗。あとこのタイヤの回転ギミックもちゃんと活かしていたね。うまいこと特徴を活かしたアイテムだなって感じでした。で、あとはこれ以外にもレジェンドライダー系のご都道も買ってあるんで、そちらの方もまた紹介するんで、よろしかったらご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それでは、また。